まず帰って最初に手洗いしていきたいと思います。最近は営業終わりにお店で何人かでお寿司とか食べることが多い。なんか寿司部っていうのが最近なってできて、3人しかいないんですけど、誰かがお寿司食べたい気分になった時に営業終わりぐらいに3つ注文して、営業終わってからみんなで食べるっていうのが最近流行ってる。お客さん払ってくれたりとか、出したモンテオなのかいうので、だいたい10万で払っていってます。ハイワイカーと入れます。いいよ。私が最近使ってるシャンプーとトリートメントはこのナンバー S っていうものなんですけど、私結構髪の毛染めたりすることも多くてハイダメージなんですけど、これ使うようになってすごい保湿もしてくれるしツヤも出るので、毎日セットするキャバ嬢の方にすごくおすすめです。ではこのナンバー S のオイルをつけていきます。小学校6年生の女の子が感動して自由研究にしたぐらいすごいいいアイテムみたいです。私も実際使ってみて髪の毛広がりやすいんですけど、すごく良かったです。これ使うようになってお客さんにもいい匂いだねって言ってもらうようになったし、私ハーフアップすることが多いんですけど、下の下ろしてる毛も巻いててもツヤが出るので、暗い店内でも綺麗に見えます。ちなみにこのナンバーエスという商品ドンキに売ってるんですけど、私もポップにしてもらってるのでぜひチェックしてみてください。お風呂上がったんですけど、最近ストレッチ始めたんですけど、
体が硬すぎて全然できないんですけど、柔らかくなるように今頑張ってます。ごめん、ほんまに痛い。前足は前後の開脚ができるようになりたくて、お風呂上がりに昔3ヶ月間毎日ストレッチしてたらできるようになったんですけど、もうそこからやめちゃったんで、今はもうめちゃくちゃ硬くなりました。じゃあマッサージも終わったんで、もう寝たいと思います。私のナイトルーティンいかがだったでしょうか。初めてのナイトルーティンだったので緊張したんですけど、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。